ヌーリー・カーミル・ムハンマド・アルマーリは、イラクの政治家。2006年から2014年まで、同国の首相を務め、その間に、内省や国防省も一時的に兼務した。イスラーム・ダーマ党書記長として、政党連合、法治国家連合を率いる。宗教は、イスラム教師や派。日本の報道では、大半が、マリキ首相と表記、発音している。 イラク中部カルバラー県、ヒンディアの出身。バグダード大学卒、サラーフッティーン大学で修士号を取得。サッダームフセイン政権下のシーア派弾圧により、死刑判決を受け、1980年にシリアへ亡命。2003年にサッダーム政権崩壊後のイラクへ帰国し、バーストーインの公職追放とともに新憲法の草案作りに携わった。 2005年イラク移行政府にジャーファリー首相の側近として加わる。イラク正式政府の発足にあたり、当初はダーワ党指導者でもあるジャーファリー移行政府首相が正式政府首相の最有力候補と見られたが、シーア派の利益を優先するジャーファリーの首相再任は、スンナ派とクルド人勢力の反発を受け、アメリカもサドル派とイランに近いジャーファリーへの警戒を強めるなど、 正式政府の首相選出は難航した。このためジャーファリーは首相候補を辞退し、談話党の副代表格である、マーリキーが代わって2006年4月首相指名を受け、2006年5月に発足したイラク正式政府の首相に就任。なお、内閣発足時に内省、国防省など、治安関係ポストは、周波間及びシーア派内の対立で選出が遅れたため、 6月に、ジャワード・ブーラーニーが内相に正式就任するまで、マーリキーが暫定的に内相を兼任した。就任当初は、イラクの治安状況が最低の水準にあったことから、短命と見られており、同年6月に米軍が、バークーバー近郊で、アブームスワブアイコールザルカーウィーを殺害した際の記者会見では、あなたの政権は、短命と見られていますがといった質問が記者団から、 アビセられていた。マーリキーは、旧フセイン政権関係者に対しては終始強行の姿勢であり、2006年12月26日に、1982年6月の、ドゥジャイル・ムラザン殺事件で死刑が確定したサターム、フセインと二人の側近及びターハアシーン・ラマダーン、元副大統領の死刑執行を主導したのは、マーリキーである。米国政府は、 フセイン死刑執行延期を要請したが、サッターミストが本人の奪還を目的にテロを起こしかねないとの懸念から受け入れず、判決から4日後の2006年12月30日に死刑執行が行われた。死刑執行については、ジャラール・タラバーニ大統領の署名が不可欠であるが、タラバーニが情報し、副大統領に署名権限を異常、さらにその異常された権限を、 マーリキーが代行する形で執行への手続きを実行。さらに、同国の法律では、イスラム教の犠牲祭中は、死刑執行を禁じる条項があるため、犠牲祭開催日の30日に差し掛かる数分前に、署名が行われるという異例の手続きが取られた。これらの処罰における強硬な政治手法により、性的からは、スターリンと呼ばれたこともある。2007年2月に、 新たな治安対策として、米軍と連携した、大武装勢力総統作戦を開始。2007年4月8日に来日し、9日に秋人天皇と会見。マーリキーが和解に向けた良い動きがありますと語ると、天皇は国づくりが進み、イラク国民は平和に、幸せに暮らせることを願いますと答えた。日本との関係では、2009年1月に、 安倍晋三首相特使がイラクを訪問、経済協力など、日、イラクパートナーシップ宣言を行っている。しかし、イラク国内の反米世論は常にマリーキー政権の基盤を脅かし続けている。2008年12月14日、イラクを訪問中のブッシュ大統領との記者会見の、席上、ブッシュへの靴投げ事件が発生。靴を投げた記者は、金庫刑に処せられる。 2009年5月には、配給食料の横流しの容疑によって、スダーニ全貿易省が逮捕されるなど、政権与党側の不正取締強化の必要にも迫られた。マリーキーは、就任した2006年12月に行われた、ウォールストリートジャーナルの取材において、再選を求めず、退任後は一議員に戻る考えを示していたものの、翌2007年に、 ジョージ・ブッシュ大統領が断交したイラクへの2万人規模の増派が走行し、治安回復傾向が顕著になり始めると、政権基盤を次第に、強化。2009年2月に行われた地方選では、マーリキー率いる談話党を含めた政党連合、法治国家連合が圧勝。バグダード県やバスラ県などで第一党の座を獲得した。談話党はシーア派。 イスラーム主義のイラクイスラム最高評議会とは長らく協力関係にあったが、最近では疎遠となっており、前述の地方選では別会派として選挙戦に臨み、ダーワ党は圧勝を収めた。2008年10月にマーリキーは2010年の国民議会選挙について、スンナ派諸部族やキリスト教いたずら、非宗派、イラクナショナリズム色を強調した会派結成の意向を表明。 2010年3月投開票の議会選挙では、マーリキー率いる法治国家連合が、バグダード県やバスラ県、ムサンナー県などで勝利し89議席を獲得。しかしながら一度は選挙のボイコットを決定していた、スンナ派有権者を取り込んだ、イラク国民運動が91議席を獲得。このように、明確な勝者が現れなかったため、新首相選出は協議が難航し、 同年11月中旬になって、マーリキーの続投が固まった。また、マーリキー自身は、同年の選挙で、バグダード選挙区から出馬し66万票を獲得し、再選を果たしている。同年12月21日、マーリキーは、閣僚名簿を議会側に提出、同日、議会の承認を得て、首相再任を果たした。ただ、国防省、 内省などの使用ポストについては、党派間の調整がつかず、暫定的に、マーリキーが兼任している。また、2011年に入り、同じアラブ諸国では、長期政権に対する不満からチュニジアにおける、ジャスミン革命、エジプトにおけるホスニーム・バーラク大統領の、歳出馬断念へとつながったエジプト・ソーラン、イエメンにおけるアリー・アブド・ラー・サーレ派大統領の、 再出馬断念につながった反政府デモなど政変が相次いでいることから2014年の任期満了をもって退任する意向を示すとともに首相参戦を禁止するための憲法改正に踏み込む考えも明らかにした。一方で首相退任後も一議員に止まり影響力を行使する考えも同時に示している。しかし、 2014年4月の議会選挙で、マーリキーは参戦を目指す方針を示した。この選挙では、マーリキーが党首を務める法治国家連合は、最多得票となったが過半数には届かず、その後も連立をめぐって各派が対立し、マーリキーも対人の意思を示さず、イラクは政治的に混乱した。スンナ派の排除を進めるマーリキーの政策は、スンナ派の不満を増大させ、 過激派組織アイソルなどのスンナ派の武装勢力の拡大につながっているとされる。2014年6月、アイソルはイラクの各都市を攻撃し始めたが、それら都市の住民の中には武装勢力に協力する者も,もいるとされる。マーリキーはこの攻撃に対して対処できておらず、またマーリキーの主眼はシーア派の拠点と自らの統治機構を支守することにあるとされる。このため、 イラク国民には、マーリキーを、イラク国家の代表ではないとする意見も、少なくない。2014年8月11日、アイソルの勢力が拡大する中、フワード・マースウム大統領は、挙国一致体制を作るため、ハイダル・アル・アバーディ連邦議会副議長を次期首相に、指名、シーア派編長とされる、マーリキーを排除する方針を示した。アメリカ合衆国は、 このマースウム大統領の方針を全面的に支持、日本の外務省も歓迎を表明し、佐藤地外務報道官が談話を発表した。さらにシーア派のマーリキーにとって、強力な後ろ盾であったシーア派国会乱も、イラク連邦議会議員の過半数が、マーリキーの続投に反対し、イラクのシーア派勢力内でも、マーリキーへの反発の声が高まっていることを受けて、 マースウム大統領の方針を支持した。マーリキーは、このマースウムの動きを憲法違反として反発している。しかし、2014年8月14日、マーリキーは大臣とともに、アバーディへの支持を表明した。2014年9月8日、ハイガルアルイコールアバーディを首相とする新内閣が発表された。マーリキーは三人の副大統領の一人となった。なお、 イラクでは副大統領は名誉職の意味合いが強い、職である。安倍総理特使のイラク訪問外務省、平成21年1月29日イラク情勢、公典が、マケイン候補を復活させたステージ風発、2008年1月11日、イラク議会、主要勢力が、マリキ首相続党で合意。読売新聞、httpww. 読売。 c o j p ワールドニュース 20101118HT-01018HTM2010 20年11月12日閲覧。イラキーローメーカーズアプルーブニューガバメントフォックスニュース2010年12月21日イラク首相今期限りでの退任表明。読売新聞 httpww. 読売 COOJP ワールド ニュース、2011万2 0 6ト一 t 0 0 4 4 7 h t m 2 0 1 1年2月6日閲覧。イラクのマリキ首相、3期目出馬しない行 AFP、2011年2月6日、イラク議会選、マリキ氏、勝利に自信。産 k 新聞、http コロンスラッシュスラッシュ SANKEI.jp、msn.com、ワールド、ニュース。 14万 430MDS14 兆430億2108万 4N1HTM2014 年八8月13日閲覧。マリキ首相派の与党が最多議席を獲得、過半数には達せず総選挙結果を講じ、日本貿易振興機構。 http://www.getro.go.jp:/biznews:/537-54287-b890-2014 年8月13日閲覧。イラクのマリキ首相、3期目続投を目指すと原名から、退陣要求拒否。 ブルームバーグ、http コロンスラッシュスラッシュ www. ブルームバーグ .co.jp スラッシュニューススラッシュ 123-n87u x46s973h01 と html2014 年8月13日閲覧。イラク過激派構成政権打倒へ戦力を、増強シリアから、武器、戦闘員を獲得。産経新聞。 http://sankei.jpmsn.com <ッ> <ation> ワールドニュース14614マイメートル DS14 兆614億923万 1N1HTM2014 年6月14日閲覧国家の統一性に引き級バースト勢力も復権狙う坂井稽古千葉大教授産経新聞 http s-a-n-k-e-i.jp msn.com ワールドニュース14614マイメートル ds 14長614億931万 2n1 htm 2014年6月14日閲覧服部消防追いかわイラク首相指名で政界混迷マリキシ認めず毎日新聞 h t t p 毎日 j p セレクトニュース 2014812k000e03018000Chtml 2014年8月13日閲覧。米国がイラク大統領を全面支持、マリキ首相の批判受け。ロイター h t t p j p ロイター c o m アーティクルトップニュース エジップ分例ギガバイト 02E2014 万8112014年8月13日、閲覧。イラク首相候補指名を歓迎イコール外務省。時事実信社。http コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュ cg= イコールポル 30&。 k イコール2兆140億8,120,796二〇14年8月13日閲覧。イラク首相広報指示イコールマリシ、後ろ盾失うイーラン。ジジ .com。http コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュ c, c、G、イコール int30 k コール2兆140億8120万8112014年8月13日、閲覧。イラク大統領、新首相に、アバリシ氏名マリキ氏が反発。CNN、http コロンスラッシュスラッシュ www.cnn.co.jp スラッシュワールドスラッシュ 35052226.html2014 年8月13日、閲覧。 イラクのマリキ首相が退陣、米政府、大きな前進。ロイター、httpjp、ロイター .com、アーティクル、トップニュース、エジップ分 0GE28S20148142014 年8月15日、閲覧。イラク新内閣、議会が承認マリキ氏は副大統領。 CNN,http コロンスラッシュスラッシュ www.cnn.co.jp スラッシュワールドスラッシュ35053523 HTML2014 年9月9日閲覧秋山新一。イラク、新政権発足各派参加も、国防、内省は空席。毎日新聞。http 毎日 jp。 セレクト、ニュース、2014万910キロ000メートル 03008000CHTML2014 年9月9日、閲覧。ありがとうございます。